高齢化社会。高齢化社会とは、総人口に占めるおおむね65歳以上の老年人口、高齢者が増大した社会のこと。65歳以上の高齢者人口、老年人口が総人口に占める割合を、高齢化率、不ー化、率という。人類社会は、一定の環境が継続すれば、 ある一定の面積に生存している人口を養っていく能力に限界が訪れる。そして人口を養う能力の限界に達し、ある程度の時間が経過すれば必ず高齢化が顕在化してくる。高度に社会福祉制度が発達した国家にあっては、その負担に応じるため労働人口が子孫繁栄よりも現実にある高齢化対策に追われるめ、少子化が進行して、 さらなる高齢化を助長していく場合が多い。高齢化と少子化とは必ずしも同時並行的に進むとは限らないが、年金、医療、福祉など財政面では、両者が同時進行すると様々な問題が生じるため、少子高齢化と一くくりにすることが多い。国際連合は2050年には世界人口の18%が65歳以上となると予測している。 OECD 諸国においては、現加盟国のすべてにおいて、2050年には一人の老人、65歳以上を3人以下の生産人口、20から65歳で支える超高齢社会となると予測されている。高齢化社会という用語は、1956年、昭和31年の国際連合の報告書において、当時の欧米先進国の水準をもとに、 7%以上を高齢化した英時の人口と呼んでいたことに由来するのではないか、取れているが必ずしも定かではない。一般的には高齢化率65歳以上の人口が総人口に占める割合によって以下のように分類される。国、地域の人口構成は発展途上段階から経済成長とともに、 多産多子型多産少子型小産少子型と変化し、これを人口転換という。発展途上段階では、衛生環境が不十分で乳幼児の死亡率が高いこと、単純労働の需要が大きいため初等、中等教育を受けていない子どもも労働力として期待されること、福祉環境が貧弱なため老後を子どもに頼らなければならないことなどから、希望子ども数が大きい。 また育児、教育環境や生活水準に比して予定子供数も大きい。この時人口ピラミッドは底辺が高さに比べて大きい三角形の形状に近似しピラミッド型と言われる。経済成長は衛生状態の改善と医療水準の向上をもたらすため乳幼児の死亡が減り平均寿命が伸びる。そのため人口ピラミッドは ピラミッド型を保ったまま拡大し、人口爆発が生じる。経済発展による社会の変化が進むと、知的労働の需要が増して、子供の労働需要が減退すること、福祉環境の充実により、老後の生活を社会が支えるようになることなどから、希望子供数が減少する。また育児、教育環境や生活水準に比して、予定子供数も小さくなる。一方、 平均寿命の伸びは鈍化するが、中年以下の死亡率はさらに低下する。この時、年少人口の低位安定と、高齢人口の増加により、人口ピラミッドは釣り金型になる。近代以降、人口爆発を経験した先進諸国は、人口安定的と予想された、小産少子社会の実現を目標としてきた。しかし1970年代に、 急激な合計特殊出生率低下が生じて、以降、出生率人口痴漢水準2.08は回復されず少子化が起きた。燃焼人口は減少し続け、1990年代後半には、人口ピラミッドは、口がすぼんだつぼ型へと変化し、高齢化率が急上昇している。このように、高齢化は総人口及び、燃焼人口が安定。 または減少する中で、高齢人口が相対的に増加していくことによって生じる。平均余命とは、一定期間の、例えば1年間における各歳の後との死亡率が、今後とも同じと仮定して、ある年齢の人が平均して、後何年に生きるかを表したものであり、特に0歳の平均余命を平均寿命という。平均寿命の伸びの主な要因としては、 乳幼児死亡率の低下、抗生物質による結核の死亡率の低下、公衆衛生の普及により、生活環境が整備され伝染病による死亡率の低下、などである。また、最近の平均寿命の伸びに大きく寄与しているのは、成人病、特に脳血管疾患の減少による中高年層の死亡率の改善である。国際連合人口部によると、 中国の生産年齢人口15から59歳は2015年頃にピークを迎え 67.6%2020 年頃から急激に減少し2050年には 50.0%2100 年には46.9%まで減少すると少子高齢化になることが予測されている。 中国の人口は2030年頃の14億6000万人がピークとなり、2100年には10億人にまで減少すると推測している。生産年齢人口のピークは2012年であった。日本は国勢調査の結果では1970年、昭和45年調査、7.1%で高齢化社会、1995年、平成7年調査、 14.5%で高齢社会になったことが分かった。また人口推計の結果では2007年、平成19年21.5%に超高齢社会となった。日本は平均寿命、高齢者数、高齢化のスピードという3点において世界一の高齢化社会と言える。 総務省が発表した2018年9月15日時点の推計人口によると、65歳以上の人口は3557万人となり、総人口に占める割合は28.1%と、過去最高を更新、人口の4人に1人が高齢者となった。日本の少子高齢化の原因は、出生数が減り、一方で平均寿命が伸びて、 高齢者が増えているためである。日本の人口構成を人口ピラミッドで見ると、第1次、ベビーブームの1947から1949年、昭和2224年生まれと、第2次、ベビーブームの1971から1974年、昭和46から49年生まれの2つの世代に膨らみがあり、出生数の減少で、 若い世代の裾が狭まっている。また、第一次、ベビーブームの、いわゆる段階の世代が、2012年から2014年に、かけて、高齢者の定義である65歳に到達するため、高齢化のスピードが最も早まる。それ以降は徐々に高齢化のペースは弱まるが、2020年には、高齢化率は29.1%、千三十五年にはセントに、達し、 人口の3人に1人が高齢者になると推計されている。1935年、昭和10年の高齢化率が4.7%と最低であった。1950から1975年は出生率低下によって、それ以降は死亡率の改善により高齢化率が上昇した。先進諸国の高齢化率を比較してみると、日本は1980年代までは、 回、1990年代にはほぼ注意であったが、2010年、平成22年には23.1%となり、世界に類を見ない水準に到達している。また、高齢化の速度について、高齢化率が7%を超えてから、その倍の14%に達するまでの所要年数、倍化年数によって比較すると、フランスが115年、スウェーデンが85年、 比較的短いドイツが40年、イギリスが47年であるのに対し、日本は1970年、昭和45年に7%を超えると、その24年後の1994年、平成6年には14%に達している。さらに総務省は2007年、平成19年11月1日の推計人口において、75歳以上の総人口に、 占める割合が10%を超えたことを発表した。このように日本の高齢化は世界に例を見ない速度で進行している。1995年に高齢社会対策基本法が成立し内閣府に高齢社会対策会議が設立されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。